御用探し。間違えやすい日本語問題が全部で10問です。では始めましょう。第1問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはやむを得ないです。漢字では上のように書き、仕方がない、他に方法がなくやめざるを得ないという意味です。第2問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは被害に遭ったです。被害は害を被ることなので重複表現になります。第3問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは大笑いしたです。爆笑は大勢がどっと笑うことであり、一人で笑うときは不敵です。第4問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは観覧です。閲覧は書物やウェブサイトなどを調べながら読むことで、観覧は芸術作品を見物したり動画を見たりすることです。第5問、どこが違うでしょう。正解はここでした。初老は本来40歳の異常です。昔から一定の年齢に達した人の長寿を祝う習わしがあり、その最初のお祝いが40歳で、これを初老と呼んでいました。第6問、どこが違うでしょう。正解はここでした。つかぬことは前の話と関係のないことであり、本題では不適です。第7問、どこが違うでしょう。
正解はここでした。正しくは晴天です。五月晴れは6月、陰暦の5月の梅雨時に見られる晴れ間のことで、梅雨前の晴天に使うのは基本的に御用です。第8問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは新記録を出したです。記録とマークは同じ意味なので重複表現になります。第9問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはもう少しでです。あわやは危険などが身近に差し迫っているという意味なので、本来では不適です。第10問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは上のように書きます。硬い字を貼るは頑固に自分の考えを押し通すという意味です。